ラプンツェル、プリンセス大集合。昔々、それは美しく色づいた木の葉が舞い散る秋のこと。邪悪で強力な魔術を操る魔女、カミラ、ジニア、ヘラ、ベガが一堂に会していました。俺はどうした？飾りかよ、忘れんなよ。もちろんフクロウも。心優しいプリンセスたちを倒し、悪い心で世界を支配しようと目論んでいたのです。美しいある日、お城の庭でラプンツェルはスイカの絵を描いていました。このスイカすごくいいと思わない、クラプシー？きっと美味しいでしょうね。そこでクラプシーはスイカを味見してみようと考えました。すると突然、ベイビードラゴンのドラドが現れます。かわいそうなクラプシー、ドラドに驚いて飛び上がるとスイカの中に落ちてしまいました。クラプシー、それを見たラプンツェルは笑い出しますが、ドラドは相変わらず無表情です。見て、この大きなスイカ、一体どうなってるの？ラプンツェルが描いていたスイカの一つが大きく、さらに大きく、ついに背の高さにまで大きくなりました。ラプンツェル、ドラド、クラプシーは目を疑います。今の見た？中を見てみましょう。中に入ってみると、スイカの種が散りばめられた壁が囲む小さな部屋になっていました。それにキラキラ輝く大きな本。プリンセスの本？他にもプリンセスがいるの？多分ね。何が書いてあるのかしら。この本を手にしたプリンセスは注意深く読むこと、その居場所を知ることができます。いつかお互いの助けが必要になるでしょう。他のプリンセスたち？4人のプリンセスたちが力を合わせればどれほど強くなれるかを知るでしょう。間もなくプリンセスと魔女の戦いが始まります。どちらが勝つのでしょうか。全員を見つけ出すまでそれほど多くの時間は残っていません。まずはシンデレラを見つけなさい。忘れないで、真の強さは優しい心にこそあるのです。ラプンツェルはドラドにこのことを話し、シンデレラを探してほしいと頼みます。ベイビードラゴンのドラドはすぐさま飛び立ちました。しばらくすると、2匹のネズミ、モッツァレラとチェダーのところへ降り立ちます。プリンセスは灯台の下に集まるようにと、ラプンツェルの言葉を伝えます。モッツァレラとチェダーはすぐにシンデレラに伝えます。そして他のプリンセスに会いに行きます。魔法の森を歩いていると、ブラックベリーを摘んでいるフレックルに出会います。フレックル、白雪姫に灯台の下に来るよう伝えて。フレックルはすぐに白雪姫に伝えます。そして白雪姫が駆け出すと、そこにカモメのリンゴを見つけます。ねえ、リンゴ、リンゴ、マーメイドアリアに伝えて、灯台の下に集まるようにって。カモメのリンゴはアリアにそのことを伝えるため海岸沿いのお城へ飛び立ちます。しかしアリアはお城にはいませんでした。そこでリンゴは桟橋へ行き、口笛を吹きます。それを聞いたドルフィーが海面に顔を出しました。リトルマーメイドアリアに白雪姫からの伝言を伝えるようドルフィーに頼みます。そしてドルフィーは
近海の王国に急いで向かいました。そしてアリアに伝えます。それを聞いたアリアはすぐに海岸沿いにある灯台めがけて泳ぎ出します。海面に近づくとアリアの尾びれは足へと変わり、プリンセスたちが集まる灯台のもとへと降り立ちました。こんばんは、私はアリア。あなたたちもプリンセスなのね。アリア、はじめまして、ラプンツェルよ。私は白雪姫、そして私はシンデレラ。これでみんな揃ったわね。4人は夜通しお互いのことを話し続けました。灯台は暗い海を照らし、日が昇ります。プリンセスたちはそれぞれが持つスーパーパワーを確かめるため、森へ向かいました。世界を悪に染めようとする魔女たちに力を示す時が来たの。そうよ、準備しましょう。シンデレラは動物と話すことができるスーパーパワーを披露します。あは、ドラゴンのお友達ドラドとも話せる？ドラゴン？すごい！かっこいいわね。ドラドが現れます。こんにちはドラド。僕の言葉がわかるの？もちろん、はじめまして。わあ、本当に動物と話せるのね。アリア、あなたのスーパーパワーは？私は目に見えるものを動かせるの。アリアは瞳を閉じ両手を合わせます。するとその手からあふれ出す光に包まれ、体がふわふわと宙に浮きました。そしてそっと皆を元に戻しました。しかしその時シンデレラが転んでしまいます。ああ、痛い、足首が痛むわ。すると白雪姫が足首を両手で包み込みます。ぬくもりが手からあふれます。すごいわ白雪姫、足首の痛みが消えたわ。これが私のスーパーパワーよ。手を使って傷を癒せるの。するとラプンツェルは髪の毛に魔法の言葉をつぶやき投げ上げます。その金色に輝く髪は四方に分かれます。傘のように垂れ下がると金色の粉が舞い落ちます。そして再び元の形に戻ると橋へと変化しました。私のスーパーパワーは髪をコントロールできること。わー、すごいわ。白雪姫、アリア、シンデレラ、ラプンツェルは力を合わせて悪い魔女たちに立ち向かいます。一方は優しい心を持ったプリンセスたち、そしてもう一方は邪悪な心を持った魔女たちです。おいおい、俺もここにいるんだぜ。それとフクロウ。でもね、フクロウさん、良い心のパワーを侮ってはダメ。